こんにちは、ベルダセラピストの大石です。今日はホワイトパーチボディオイルとリトリートブラシを使って手軽に巡りボディを作るマッサージのポイントをご紹介します。ポイントを解説していきますので、一緒にやってみてください。はじめに中間のツボを指の腹で優しく刺激します。食事の後すぐは避けましょう。オイルを3プッシュ手に取り、温めてからお腹全体になじませます。ブラシで螺旋をかきながら時計回りにマッサージをしましょう。お腹の力を抜いてお肉をこねるように行います。次にブラシをジグザグ動かして下腹部のお肉を揺らし、脂肪をほぐしていきます。腰骨から鼠径部に向かってしっかり流します。息を長く吐きながら行いましょう。いかがでしたでしょうか。ポイントを押さえたマッサージで体の巡りを良くすることがクリーンビューティーへの近道です。忙しい日々の中でも自分だけのリトリートタイムを取り入れてみてくださいね。